不知名僧は、上野国助くらい軍にあった荘園。軍のほぼ全域が荘域であったことから、スケイ葬とも称された。忍那寺法根号飲料目録に、同省の名前があり、同院の創建が第15年であることから、その前後に忍那寺領として成立したと見られている。秀里流の藤原兼行が、 不知名大部の異名で呼ばれており、彼もしくはその子孫である藤士ア足利氏が開発に関わったと見られている。また、付近にある女堀の改作にも関わったとする見方がある。足利氏の没落後、中原記事や北条サネが児童を務めたが、下月騒動を機に支配権が金沢家から北条独創家に移った。独捜家は、 悲観の黒沼氏を不知名僧に派遣したが、西隣の神殿僧を支配する日田氏と境争論を起こしている。後に、両者は協調に転じるが、現行三年、小京二年に、日田義佐が黒沼彦四郎を処刑したことを機に、この関係に終止符を打った。室町時代に入ると、室町幕府によって、両家職が、そう,う山光五人に寄進されるが、 現地の武士である大島氏や赤堀氏、守護の上杉氏などの勢力が強く、本家である、仁那寺、両家である、密言院の上級支配権は、有名無実と化していった。なお、道省に属する赤石里が、戦国時代に、揺らなりしげによって、伊勢神宮に寄進され、後に、伊勢崎と呼ばれるようになった。田中大樹、特捜先生と、道国御家人。 新田吉貞拒平前市マイナス、初週、田中編長、シリーズ、中世関東武士の研究第3巻上の新田市、ISBN 978から4から864030342。ありがとうございます。